ボールドウィン・ロコモティブ・ワークス。ボールドウィン・ロコモティブ・ワークスは、かつて、アメリカ合衆国ペンシルベニア州に存在した、鉄道車両メーカー。1825年にによって、フィラデルフィアで創業、蒸気機関車、電気機関車、ディーゼル機関車など7万両以上の機関車を製造した。1956年に、機関車の製造を終了した。 ボールドウィンロコモティブワークスの創業は、つつましやかなものだった。創設者は、宝石や銀在庫の職人であったマサイアス、ウィリアム・ボールドウィンで、設立は1825年であった。当初は製本の機械やキャラコ、平折りメンプスす専用のシリンダーを製造した。やがて、MW ボールドウィンは、自分で使うために、小型の定置機関を設計して作り上げ、 その出来栄えの良さから注文を取るようになり、やがて彼が蒸気機関に関心を持つことにつながった。1831年、フィラデルフィア博物館の要請により、彼は展示用の小型の機関車を製作した。それがきっかけとなり、フィラデルフィア郊外の支線で使用する小型の機関車の製造を受注するとになった。その直前に、カムデンアンボイ鉄道は、 イギリスのロバートス・チーブンソン製の蒸気機関車、イギリスを二人化したジョンブルという通称で呼ばれた輸入し、ニュージャージー州ボーデンタウンに保管していた。MW ボールドウィーンがそこを訪れた時にはまだ組み立てられていなかった。彼は取り外されている部品や主要部品の寸法を調査した。初めての受注で直面した困難さというものは、今日、 整備に携わるものが理解できるようなものではなかった。工具すら簡単に入手することができない。シリンダーはタガネで削り出す。MW ボールドウィンは自らの手でその膨大な作業を追った。そんな状況下、彼が作った最初の機関車は完成し、オールドアイアンサイドすなわち、こうのものと命名された。1832年11月23日。 フィラデルフィア・ジャーマンタウン・アンドリスタウン鉄道において、試運転された後に営業につき、20年以上の長きにわたり使用された。オールドアイアンサイドは4輪、2同軸の機関車で、5トン強の重さであった。動輪の直径は54インチ、シリンダー径は9インチ、ストロークは18インチであった。動輪は、中鉄製のハブと木製のスポークを持ち、鉄のタイヤを巻いていた。 大枠は木製で車輪の外側に位置していた。ボールドウィンと親しい関係にあった多数のエンジニアの一人にゼラコルバーンがいる。1854年から彼が週刊新聞レールウェイアドボケートを創刊する1861年までの間 MW ボールドウィンとは頻繁に危機があり、その記録としてザ・スピリット・オブ・ダークネスという書物となっている。 ホルバーンは MW ボールドウィンの仕事の質を絶賛している。当初、ボールドウィンは多数の蒸気機関車の製造をブロードストリートフィラデルフィア工場で製造し続けるつもりであった。そこはわずか196エーカーの狭さであったため、1906年にはペンシルベニア州エディストーンに移転した。そこは616エーカーもの広さであった。 1928年までに機関車製造に関わるすべての施設を移転させた。ボールドウィンはすぐにアメリカ最大のおそらくは世界最大の機関車製造会社となった。1915年から1918年にかけて、レミントン・アームズから合計200万丁の1914年式エンフィールド銃と M1917 エンフィールドライフルの製造を受け負った。 その意味において、第一次世界大戦の重要な貢献者ということができる。1939年、ボールドウィンは入れ替え用ディーゼル機関車を初めて製品ラインナップに乗せた。しかし、その2年後、アメリカの第二次世界大戦参戦により、その製造計画は挫折した。戦時生産本部の命により、あることボールドウィンは、鉄道関係では、 入れ替え容器のみを製造することとなり、M3 中戦車及び M4 中戦車の製造メーカーの一つとなった。競合するエンドは、本線用機関車の製造が命じられ、エンドのみがディーゼル機関車製造のノウハウを蓄積していき、戦後のアドバンテージへとつながっていく。戦後、ボールドウィンの業績はみるみる悪化していく。エンドとアルコがディーゼル機関車市場の大部分を握り、 ボールドウィン、ライマ、ハミルトン、フェアバンクスモースが持っていた市場を奪った。ボールドウィンの入れ替え用機関車は、その牽引力の強さで知られていたが、ロードユニット、本線用機関車の製造において、信頼性を得ることに失敗した。ボールドウィンは、市場の分析を誤り、蒸気機関車の製造も続けたため、鉄道関連製造部門での利益は、わずかなものであった。 1948年、ボールドウィン製ディーゼル機関車や電気機関車の伝送品で協業していたウェスティングハウスエレクトリックが、ボールドウィンの株式の21%、50万株を取得し、最大の株主となった。ボールドウィンは、莫大な借金の返済に追われた。翌1949年5月4日、ウェスティングハウスの社長、 マービン W スミスがボールドウィンの社となった。多角経営と舵事を切る中で、1950年12月4日、ボールドウィンはライマ・ハミルトンと合併し、ボールドウィン・ライマ・ハミルトンとなった。しかしながら、市場占有率は減少する一方であった。1953年、ウェスティングハウスは駆動用伝送品の製造を中止し、伝送品を ゼネラルエレクトリックから購入しなければならなくなった。そして1956年、7500両以上の機関車を作ってきたボールドウィンは、機関車の製造を中止した。ディーゼル機関車の製造量数は3208両であった。ボールドウィンのディーゼル機関車は、特に原動機において、競合するエンドやアルコールほどの信頼性を得ることができなかった。信頼性が高かったのは、 ウェスティングハウスの伝送品であった。1956年に、ボールドウィン・ライマ・ハミルトン社は、機関車の製造を終了し、建設機械の製造に業務を集中した。1965年に、ボールドウィン・ライマ・ハミルトン社は、アーマー社の完全会社となった。1970年に、グレーハウンド社が、アーマー社を買収し、グレーハウンド社は1972年に、 ボールドウィンライマハミルトン社を閉鎖した。大正前期昭和戦前期にかけて、日本の電車用台車として、ボールドウィン社が開発した台車が大量に採用された。日本の電車用台車としては、ブリル、JG ブリル車製のものと双壁をなした。初期には輸入品も多数輸入されたが、日本国内のメーカー各社の製造技術が向上した。 中期以降にはコピー品が大量に製造された。台車枠が防空組み立て式で一般的な部材で構成されており、製作が簡単だったため、技術力が未熟な日本の鉄道車両業界でも製作できたのがその理由とされている。特に有名な台車としては、ボールドウィン AA 型と呼ばれるものがある。これは当時のマスターカー、ビルダーズアソシエーションと呼ばれる。 大手鉄道車両メーカーの団体が推奨した MCB 規格と呼ばれるインターバン用高速電車向け台車の規格に従って設計された揺れを備える釣り合い、良式台車であり、心ざらか重上限と軸強自由に設定可能であったことや乗り心地が比較的良好であったこと、それに高速化に伴って必要性が増大した量、脱機式ブレの実装がライバルであった。 グリル2 7 m c b 系よりも容易であったことなどから特に昭和戦前期の日本の私鉄向けでは事実上の標準台車として広く普及した。ボールドウィン型台車を国産化したメーカーは以下のようなものがある。なお、南海鉄道の製造分は日本車両製造と汽車製造の同型台車を自社工場でコピーした孫コピー品である。日本で初めて ボールドウィン製の蒸気機関車を採用したのは、北海道で1887年に開業した、釧路鉄道、後の国鉄7000系蒸気機関車であった。その後、アメリカの鉄道に版を取って建設された、関営ホロ内鉄道、北海道大港鉄道や、北海道関接鉄道でも多数が導入された。本州や九州の鉄道は、開業時には、 イギリスやドイツの技術によって建設されたが、イギリスの機関車メーカーのように客を選ぶこともなく、大量生産と価格低下にアドバンテージを発揮、関節鉄道のみならず、日本鉄道や山陽鉄道といった大手施設鉄道へも多数が納入されている。日本における最後のボールドウィン製輸入機は、1925年製の北海道鉄道2台に納入された産業であった。 しかしながら、ボールドウィン製の機関車は、都核蘇生乱造という評判があり、関節鉄道2500系 B6 のように、同系車中で木に淘汰対象となったものも多い。最も多く見られたのが、軽便鉄道や森林鉄道であった。特に森林鉄道では勾配に強く信頼性が高いことから、津軽森林鉄道や基礎森林鉄道等で導入されていた。 現在日本国内で保存されているボールドウィンの蒸気機関車は火器のようなものがある。また、電気機関車についても日本の鉄道車両紙において重要な位置づけにある。一般にウェスティングハウス製の電気機関車はボールドウィンで車体と台車を仮装しており、秩父鉄道的1型や品野鉄道1型など大きめの機械室とオフセット配置された前後、ボンネットの車体は 当時のボールドウィンの標準構造の一つであった。箱型機についても鉄道省 ED53 型と鉄道省 EF51 型を担当しており、ウェスティングハウスの電気機関車が日本の電気機関車の原型となったことで、これらの車体デザインもまた日本型へとアレンジされていくなど、電気機関車に与えた影響もまた大きい。ボールドウィン製の蒸気機関車には、 一般的な製造番号のほか、同社独自の機関車種別と、その故障、種別番号が付されている。これによって、機関車の基本形態が明らかとなり、発注、修理等の便に資することが可能である。点、製造者にとっては設計の簡易化、図面管理の合理化、製造工程の単純化などが図れる点が、メリットとしてある。種別故障は、全車輪の個数を表す。 数字、千住輪の有無を表す分数、シリンダの直径を表す。数字、動輪数を表す、大文字アルファベット、種別ごとの、量数を表す数字からなる。全車輪の個数については表示したそのままであり、4の場合は4個の車輪があることを表すが、テンダー機関車の場合は、淡水車の車輪個数は含まない。千住輪の有無を表す分数は、1、3が先。 和のみあるもの、1、4は千十輪のいずれも、あるいは十輪のみあるものに付される。同輪の個数を表すアルファベットは、C、D、E、F が使用され、C が2軸、4個、D が3軸、6個、E が4軸、8個、F が5軸、10個である。マレー式機関車のような関節式機関車は、これらのアルファベットを重ねて使用する。これらの記号によって、 その機関車がどのような車軸配置であるかが判明するが、例えば121、4D の場合は、車軸配置 1C2、または 2C1 となり、種別故障だけではいずれか判定ができないということになる。シリンダ K を表す数字は、次の通り符号し、ボークレイン複式やマレー複式の場合は、これらを分数表記する。日本に輸入された主な蒸気機関車について、 形式、車軸配置、種別故障を例示すると、次の通りである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。